ふるさけイズニク軍に属する都市、アナトリア半島北西部のイズニック古島岸に位置する。1997年の統計で、人口約18,600人の地方都市だが、古代の大都市ニカヤの後ろ身であり、旧市街地区を取り囲む城壁をはじめ、古代ローマ時代以来の遺跡が数多く残る。15世紀のイズニクイズニクの前身ニカヤは、 紀元前4世紀に建設されたヘレニズム都市で、マケドニア、ビチュニア、ローマ、ビザンツの手を経て1077年に、トルコ人のセルジューク朝が奪取し、ルームセルジューク朝の最初の首都となった。その後、1097年には、第1回十字軍の協力を得たビザンツ帝国が、奪還し、13世紀には、コンスタンティノポリスを第4回十字軍に奪われた。 ビザンツ人の亡命政権であるニカイア帝国があった。ニカイア帝国がコンスタンティーノポリースを奪還してビザンツ帝国を再興した後、ニカイアは再びその地方都市となるが、1331年にオスマン朝の第二大オルハンが占領、ムスリム支配下の都市となる。1333年にイズニック最初のモスクとして建設されたハジュ・オズベクモスクは、 オスマン帝国の下で建設されたモスクの中でも、現存最古と言われる。トルコ人によって、イズニクと呼ばれるようになった。この都市は、オスマン帝国時代の初期には、実質上の首都である近隣のブルサなどと並び、帝国領内の重要な都市の一つであった。第三大村と一世の最小チャンダルルカラハリルの、建設した、イエシルモスクや、 現在博物館として使われている村との母、ミルフェルハトゥンの旧品施設など、オスマン帝国時代に、イズニクに建設された、建築物の主要なものは15世紀以前のものである。1453年に、コンスタンティノポリスが、オスマン帝国に征服されて、以降は、政治的な重要性は後退させるが、アナトリア北西部の文化的センターとしての役割は、持ち続け、 多くの恨まや詩人がこの町から排出された、伊豆肉陶器の水差し、16世紀のもの。オスマン帝国時代の伊豆肉が、歴史に最も名を残した点は、伊豆肉陶器の生産地としてである。伊豆肉の陶器は、タイドの表面に、白土の化粧土を施し、下絵を着彩した上に、透明の釉薬を塗り焼成したもので、14世紀頃から、作られるようになった。 模様はこの頃、モンゴル帝国を通じて、西アジアに盛んに輸入されるようになった、中国の染め付けの影響を受け、白地の美しさを生かした、コバルトブルーで描かれるようになり、15世紀以降は、ターコイズブルーや緑、紫、赤などの多色着彩を行うようになって、模倣を超えた、独自の発展を遂げた。伊豆肉陶器は16世紀に最盛期を迎え、様式化された。 独特の植物模様や花の模様が描かれて、イスタンブールを中心とするオスマン帝国宮廷社会でもてはやされた。トップカプ宮殿をはじめ、この時代にイスタンブールで建設された宮廷やモスクは壁面をイズニク製のタイルで美しく飾られ、都市の景観に彩りを与えた。しかし17世紀後半以降イズニクの陶器生産は衰え、18世紀に 北西アナトリアにおける、重たる産地を、キュタヒアンに譲った。オスマン帝国の末期から、トルコ共和国の初期には、人口も1万人を割り、これといって目立たない、地方都市となっている。20世紀後半には、トルコ全体の人口増加に伴い人口が全増し、地元出身の若い陶芸家によって、新しいイズニク陶器を作り出して行こうとする運動も、試みられ始めている。 ありがとうございます。